皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間、いつもご覧いただきありがとうございます。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。このキットのモデルである前期型の 2000GT に当時用意されていたカラーはペガサスホワイト、ソーラーレッド、サンダーシルバーメタリックの3色、さらに特注色として少数台生産されたベラトリックスイエロー、アトランティスグリーン、トワイライトターコイズメタリックの3色で、全部で6色用意があったようです。この中から今回は希少なカラーであるトワイライトターコイズメタリックをチョイスし仕上げてまいります。使用した塗料はクレオスのスーパーファインシルバー2が5割、ガイアノーツのアイスコバルトブルーが3割、純色グリーンが2割で、ガイアノーツの T01 薄め液で1対 1.5 で薄め塗装を行いました。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目は各部ムラの内容を塗装をしていきます。次にエアブラシを使用した塗り分けを行います。塗装工程の順番としては、下回りパーツやメタリックパーツの下地としてブラック系、次にシルバーなどのメタリック系、最後にそれ以外のカラーとなります。またメタリック系の塗装工程では素材の違いを演出するため、ミッションケースにはフラットアルミ、マフラーにはスーパーチタンを使用、シートファブリック部分はツヤを抑えるためクレオスの GX114 番を塗装するなどし工夫をしてみました。ホイールはショーアップ製のリアルクロームセットを使ったメッキ塗装を3つの工程で行いました。1工程目はベースカラーブラックを原液で吹き付け、2工程目が1液型のウレタンクリア、こちらも原液で吹き付け、3工程目がリアルクロームをこちらも原液で吹き付け。リアルクロームを吹き付けるときに気をつけたことは、エアブラシのエア圧は最小で、エアブラシから出てくる塗料のミストを塗面に乗せる感じに塗装を行うといいと思いました。エアブラシはなるべく離し3、4回に分けると綺麗なメッキが出来上がります。続いて筆を使用した塗り分けです。塗り分けるパーツは主にインテリアのパーツ、今回は木目部分をメインに塗り分けを行いました。木目塗装の工程としては3工程、1工程目は下地のエナメルシルバー、2工程目は木目模様をつけるのにタミヤのアクリル貼るレッド、ここは半乾きの塗料を筆先でこすりつけるように塗装、3工程目はクリアオレンジを全体的にベロッと塗装し、木目塗装の完成です。また2から3工程内ではパネル縁部分のメッキを再現するにあたり、1工程目のエナメルシルバーの塗装を残すように気をつけながら塗装を行っていきました。各スイッチ類はシルバーで塗り分けた後、スイッチの各頭部分を爪楊枝の先端にブラックをつけ、塗料を置くイメージで進行。メーターのメッキリングはリキッドクローブマーカーの先端を息を止め集中しつつ塗装し仕上げてあります。次に下回りの組み立てです。今回は車高やつら具合などの足回りの調整は行わず、そのまま組み立てるので説明書通り組み立てを行いました。まずはブレーキディスクローター部分の組み立てから、足回りを支える一番強固でなくてはならない箇所ですので、パーツとパーツを流し込み接着剤で接着した後、
セメダインハイグレード模型用接着剤で補強をしてあります。ブレーキディスクローター部分のパーツがしっかり接着固定できたのを確認した後、前後サスペンションやアームを接着。こちらも数年後ポロッと外れてしまわないように流し込み接着剤で接着した後、セメダインハイグレード模型用接着剤で補強をしてあります。最後にマフラーパーツを取り付け、下回りの組み立てが完了です。続いてデカールの貼り付けです。今回の長谷川製キットにはデカールそのものがしっかりメタルな発色をするように、デカールの台座としてメタルインレットが付属していますので、こちらをしっかり活用しデカールを貼っていきます。メタル製のインレットマークは非常に薄く、ほんの少し力を加えただけで曲がってしまいますので、そのあたりに注意をして取り付けを行いました。テッカテカにメタルしている台座に対しエンブレムデカールを貼り付け、後にクリア塗装でコート、社名プレートにもデカールを貼り付け、こちらも後ほどクリアコートしてまいります。最後にダッシュボードパネルですが、デカールの印刷されている部分ギリギリを狙ってカットしたメーターデカール、こちらを爪楊枝と綿棒を駆使しメーターケース内に収め、水分を除去した後レジン液とブラックライトでメーターカバーを再現してみました。最後にインテリアの組み立てです。こちらも特に改造点はないので説明書通りに組み立てを行っていきます。まずはダッシュボードに対しハンドル、サイドブレーキ、ギアボックスにはシフトノブパーツを接着、その後センターコンソールをシャシーに接着したら、フロアカーペットの再現としてダイソーのフェルト生地をカットしたものをセメダインハイグレード模型用接着剤で接着していきます。次にシートですが、いつもはシートベルトのバックルをプラ材をカットし自作していたのですが、今回の製作から 3D プリンターで出力したものを使用していきます。パソコンでデザインしたものを出力したのですが、差し込み口の穴やプッシュ部分の凹凸までもしっかり再現され、導入して本当に良かったと感じました。今回はバックルを製作しましたが、徐々に複雑な形状なものも製作できるようにし、プラモの時間に落とし込んでいきたいと思います。シート、ダッシュボード、内張りを接着し、インテリアの組み立て完了。美しい木目が再現でき、大満足のインテリアが出来上がりました。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。